自分コンテンツは情報発信から生まれる。50歳からの情報発信第14回目です。僕はですね、ブログで稼いで、 Kindle で稼いで、有料ノートで稼いで、 YouTube で稼いで、でイラスト副業で稼いで、 Udemy で稼いで、コーチングで稼いでなど、 YouTube と Udemy については現在進行形なんですけど、このようにですね、もうありとあらゆるネットビジネスでこれができるんじゃないかなということは行ってきています。コーチング自体はですね、それなりに学びと経験が必要なんですよ。それで誰でもというわけにはいかないんですね。経験がないと教えてしまうので、コーチングというのは質問によって引き出すものなのでね、やはりスキルっていうのがいるんですけれども、その他のことについては特別なスキルとかない人でも誰でも稼げる道っていうのをずっと探してきたんです。でその結果、それぞれにおいてそこそこ稼いでるわけですけれども、大事なのはね、そこじゃないと思ってるんですよ。でそれぞれのところでそこそこ稼ぐっていうのが大事っていうわけじゃないんですね。でこれまでですね、何度も行ってきていますけど、最終的には自分のコンテンツを持たなければダメだということなんですよね。だって全部プラットフォーム依存の稼ぎ方なんですよね、今言ったのは。コーチングは別にしてですね。なので、それら YouTube で稼げてますよとか、ブログで稼げてますよとかね、言っても、それが今後もずっと継続できるっていうのは、普通に考えてですね、できないことじゃないかなと思うんです。その会社がね、それらのサービスをやめたらそれで終わりっていうことですけどね。なんでプラットフォーム依存って言ってるんですけど、ブログはですね、運動でメディアということで、自分でドメイン取ってレンタルサーバー借りて立ち上げていれば、自前だということは言うんですけど、でもそこで稼ぐ手段がアドセンスとかね、物販とかアフィリエイトとかだったら、そちらの、その広告会社とかの、紫三寸ですぐに稼げなくなるということですよね。アドセンスがちょっとこうアップデート入れると一気に圏外になって、昨日まで月1000万円稼いでいた人が今月からゼロになったとかいうのは、ここ数年前によく聞いたことですよ。だからアドセンスで稼いでいたりとか、アフィリエイトで稼いでいたりするというような、ブログ運営の仕方だったら、これはやはりプラットフォーム依存なんですよね。サービスが終われば一貫の終わりです。でも自分のコンテンツ持っていれば、それらに頼らずに稼いでいくことができるわけですね。それは動画という形でも、音声という形でも、電子書籍という形でも、 PDF という形でも何でもいいですね。自分で売れる商品を自分で作って持っておくということです。でこの放送を聞いてくださっているシニアの皆さんというのは、ぜひ60歳になる前に自分のコンテンツを作れるようになっておいてほしいというふうに思ってますね。でそういう強い思いがあるんで、僕はみんながね、コンテンツが作れるようになるためのさまざまな情報をずっとお知らせをしているというわけです。ではそのコンテンツ作りと情報発信との間に何の関係があるのかということなんですけど、そもそもあなたはですね、ではどうしたらそんなコンテンツを作れるんだと思ってますよね。でも何にも難しくないですよ。やろうと思えばできるんですね。だって例えばですね、あなたが何か学ぼうとするじゃないですか。例えばこれからキャンバーが面白そうだから私もできるようになろうとか、そういうことはありません。でもこれでコンテンツができるわけですよ。で私がね、キャンバーを学んでできるようになっていく過程での学びをまとめればいいんですよね。そうするとノウハウ集ができるじゃないですか。でこれってもうすでにできてる人ができてない人へ向けて解説するという解説集じゃなくて、今の今までできなかった人、つまり私の学びなので、同じような人ってたくさんいるわけですよ。そのような、同じくまだできない人の、視点とかね、目線に立った、とっても優しいコンテンツが出来上がるんですよね。むしろそっちの方が。そして、そのまとめを随時まとめてそれを発信していくということが、これがね、情報発信なんですよ。でここで情報発信とコンテンツというのが結びつきますよね。でこのコンテンツができるまでの過程を発信していくからこそ、こんなことが起きるんですよね。一つは人が見ているんで、自分の発信をね、人が見ているんで途中でやめにくいなと、完成までたどり着きやすくなるわけです。そういうことで。で二つ目はですね、
その自分の発信に興味関心を持ってくれる人っていう人が現れるんですよ。でその人たちが最初のお客さんになってくれるということがあるんですね。でこれですね、で大事なことはできてから発信するんじゃないんですよ。コンテンツが、コンテンツができた時にはすでにファンができているようにするということだからいいんですよね。だから自分のコンテンツを作るためにそのテーマ選びから情報発信をしていくというのがいいんです。こうやって情報発信をしていくことでコンテンツができるわけですね。で僕はこの50歳からの情報発信でその考え方とか方法をずっと伝えてきたんですけど、この伝えてきたのですね、毎月、まあ、今日で14回目になるんですけど、これ8月出版の本としてまとめるんですね。でこんな感じですよ。ずっとあの情報発信をしてきたことをまとめてコンテンツにするというわけです。で決してですね、人よりすごいスキルとか、まあ、知識を持っている人にしかできないということじゃないんですよね。これからできるようになっていく学びの過程の発信そのものがコンテンツになるということです。これでね、みんながあの自分のコンテンツを持つことができるようになるということなんです。だから僕はね、情報発信情報発信と言ってるわけですね。で今の自分ができる発信から始めていきましょう。そしてコンテンツを作ることができる自分になっていくと、まあ、60歳になる頃にはですね、まあ、素晴らしいコンテンツクリエイターになっていくことができていると。でそれで、まあ、プラットフォーム依存に頼らなくていい稼ぎ方がをすることができる人生を歩めることができますよという、そんなお話です。